本陣さん、いきなりなんですけど、ベルアーキテクテッドフレームワークって何ですか？おお、めっちゃいきなりやね。本編に入る前に少し補足させてもらうぜ。この動画はベルアーキを知らない、もしくは少し知ってるくらいの初心者がターゲットになっているよ。ベルアーキについて次のことを知ってもらうことがゴールになるぜ。概要、設計の一般原則、5つの柱、2020年7月のアップデートについて。動画の構成としては全5回を予定しているぜ。今回は第1回の概要編というわけだ。それでは本編いってみよう。ベルアーキテクテッドフレームワークっていい設計のための情報が集まったものみたいなことはなんとなく分かってるんですけど、ちゃんと説明しようと思うとすごい難しくて。そうだよね。ベルアーキは2015年に AWS リンベントで発表された考え方で、一言で言うとシステム設計運用の対極的な考え方とベストプラクティス中なんだ。 AWS のソリューションアーキテクトが数多くの経験の中で作り上げたんだよね。ベストプラクティスって、まあ、直訳するとまあ一番いいやり方っていう意味だとは思うんですけど、ベストプラクティスって学んだらどういう点で役に立つんですか？役に立つポイントとしてはアーキテクチャを評価して改善点を洗い出すっていうのがあるんだけど、まあ、どのフェーズでも有効な使い方があって、例えば要件定義だと、まあ、ウェルアーキに書かれているベストプラクティスをプロジェクトの要件にするかっていう、こう検討材料に使えたりだとか、設計段階だとベストプラクティスをこう設計に取り込むっていう、構築段階でもサービス開始前にウェルアーキレビューを実施することでリスクの顕在化ができるし、運用段階でもウェルアーキレビューをまたやってリスクを顕在化させて、まあ、改善計画の策定、改善サイクルを回したりとか、そういうふうに役立てることができるんだよね。こんな風にどのフェーズでも使い方があるんだけど、まあ、早いフェーズ使うほど手戻りが少なくていい設計に近づけることができるんだよね。なるほど。ベルアーキがあれば設計もリリースも安心ですね。そうだね。ただまあ注意点としては、具体的な設計とか実装は自分たちでやるから、まあ、そこは忘れないようにしよう。ここまでをまとめると、ベルアーキの最終的なゴールは、ベルアーキをうまく使ってシステムがクラウドに最適化されていると自信を持って言えるようになることですね。さすがです。ベルアーキをマスターすることで AWS 世界最強エンジニアに一歩近づけるよ。それでベルアーキには5つの柱があるんだけど、まあ、全部読んでいくと、運用の優秀性の柱、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス、効率、コストの最適化の5つがあって、柱ごとに設計の原則と、まあ、それを確認するための質問があるんだよね。なんだかすごい大変そうなんですけど、全項目ベストプラクティスにのっとってないとダメなんですか？それができたら理想的なんだけど、実際のシステムではそうはいかないことも多々あって、ベストプラクティスを理解した上で、まあ、ビジネス視点で判断するのが大事。同じ対応しないでも、まあ、理解した上で決定したことなのか、それとも認識していなかったっていうのでは、まあ、大きな違いがあるんだよね。なるほど。ベストプラクティスとそれに沿わない時のリスクを理解してるかが大事なんですね。そうだね。具体的な例で見ていくと分かりやすいと思う。例えば開発環境であれば、信頼性を犠牲にしてコストを削減するとか、他には金融系のような障害や誤作動が起こってはいけない分野では、必要なコストをかけて信頼性を向上させるみたいなこともありそうですよね。あとは、うん、Eコマースではパフォーマンスが収益と購買傾向に影響するので、そこを重要視するとか。おー、確かにすごいいい例だね。まあ、こうやって何かを達成するために別の何かを犠牲にするという関係性をトレードオフって言うんだよね。トレードオフ、勉強になります。次は一般的な設計の原則について見ていこう。次のものがあって、必要なキャパシティの推測が不要に、本稼働スケールでシステムをテストする、自動化によってアーキテクチャでの実験を容易にする、発展するアーキテクチャが可能に、データに基づいたアーキテクチャを進化させる、ゲームデーを利用して改善するがあるんだよね。結構たくさんありますね。そうだね。ちょっと一個ずつ見ていこう。まずは必要なキャパシティの推測が不要に。これはクラウドの最大の強みとも言える大事なポイントで、スケーラビリティって言葉は聞いたことある？使うときはリソースが増えて、使わなくなったら自動的に減るみたいなことですよね。そうそうそう。つまり余剰なリソースはなくして、必要な分のみのキャパシティを使う、例えば自動的にスケールアップスケールダウンをみたいなことですよね。あとはスケールアウトスケールインみたいなこともありますよね。そうだね。例えばスケールアウトの場合、 EC2 の負荷が高まったとき、その EC2 を監視しているクラウドウォッチからアラートが飛んで、オートスケーリングによって EC2 がもう一台自動で立つみたいな感じもありますよね。そうそうそう、さすがです。次は本番稼働でシステムをテストするですけど、これは本番と同じ規模でテストバンクを作る
ってことですか？そうだね。クラウドが普及する前はコストを抑えるためにスペックを落としたテスト環境を作るっていうのが通常のパターンだったんだけど、クラウドの登場でテスト環境を作ったら使うときだけ起動すればいいので、本番とこう同じスペックで作るっていうのがやりやすくなったんだよね。オンプレミスでテストを実施するときよりもあまりコストを気にする必要がなくなりました。なるほど。性能をテストするとき特に便利そうですね。イエス。次は自動化によってアーキテクチャでの実験を容易にするですね、うん、これはコードでアーキテクチャを定義して作成してしまえばバージョン管理やレプリケートが簡単にできるよっていうんですよね。 AWS コードパイプラインを使ってリリースプロセスを自動化するみたいなこともそんな感じでしょうか。うん、クラウドフォーメーションって AWS のサービスがあって、まあ、今こうやって表示させてるみたいにネットワークやサーバーについて定義しておいて、これを実行すればこう環境が作れるんだよね。めちゃくちゃ簡単ですね。次は発展するアーキテクチャが可能にだね。自動化してオンデマンドでテストができるから設計変更によって生じるリスクを軽減できる。だからシステムを時間とともに進化できるって書いてあります。これは変更のリスクが小さいから常にアップデートができて進化を継続させやすいという意味でしょうか。そうそう、そんな感じ。オンプレミスだと間隔が空いて一過の変更が大きくなりがちなので、まあ、慎重にならないといけないんだけど、最近のシステムはこう変化に対する素早いアクションが求められているからこまめにアップデートできるっていうのは重要なポイントになるんだよね。なるほど、よくわかりました。じゃあ次のデータに基づいてアーキテクチャを進化させる。これはどのアーキテクチャを選択するかによって実際のサービスの動作にどのように影響を与えるのかについてデータをもとにアーキテクチャに反映させるということですよね。まさにその通り。 AWS には AWS リソースとアプリケーションを監視できるクラウドウォッチ、本番環境や分散アプリケーションの分析やデバッグができる X-ray などデータ分析のための強力なサービスが揃ってますもんね。おー、よく知ってるね。そうやって集めた事実からこう意思決定をすることで徐々にアーキテクチャを改善、進化させることができるんだよね。じゃあ最後ですね。最後はゲームデーを利用して改善するですね。そもそもゲームデーって AWS 環境が与えられてそこに攻撃や障害などさまざまなイベントが発生、そしてそのイベントの中で環境を維持することでポイントがもらえその得点をチーム間で競うみたいなゲームですよね。私もこの間参加したんですけどめちゃくちゃ楽しかったです。すごい、もっといろんな AWS のサービスも触ってみたくなりました。参加したんだ、素晴らしいね。まだ僕は参加したことないんですけど、ゲームデーはパフォーマンスをテストしてこう改善点を把握できるっていうのももちろんあるし、組織としてこう経験値を積むっていうこともメリットだよね。 AWS が定期的に開催していて、タイガーもそうだし他の社員も結構参加体験記をたくさん上げてるので、ぜひこの動画をご覧の皆さんもそのブログを見てみて興味持ったら参加してみてください。私も絶対再挑戦します。ウェルアーキが何かっていうことはすごいよくわかりました。ありがとうございます。いえいえ。次は5つの柱の詳細や実際に使ってみるイメージをつかみたいです。お、勉強熱心でとてもいいですね。じゃあ次回はセキュリティの柱と運用の優秀性の柱を見ていってみようか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もし OK です、これは OK です。ストップラクティシューのブラックティス、あーっくそーになります。イエーイイエーイ、勉強になった。必要な分のもう一回いきます。あー、ここ読みにくい。まだ僕は参加したことないんですけど、じゃあ次、あ、ゲーム思わずよろしくお願いします。イエーイイエーイ